大和姫の宮です。大和姫の御事を祀っております。伊勢神宮のね、今の地位にたどる前にこうずっとこうどこがいいのかなと思いながら旅をしていただいて、で、まあいろんなとこ行ってるんですけど、最終的に今の五十鈴川のほとりのところに高台神宮を作りまして、で、その後ずっと大和姫を祀るお宮がなかったんですけれど、近代になって作りまして、こちらも遷宮をして、作り直したということをしております。今までね、なぜなかったのかってもちょっとわからないんですけど、本当に最近です。これのお宮自体は伊勢神宮の中では、まあ、一応その数えるお宮の中ではかなり新しいです。なので125って言われている神社のうち、ちょっとここだけがかなり新しいですね。なので、あとはその、豊岡大神のところに隣接してある稲荷神社があるんですけど、そこも数えられてた時と数えられない時があって、その中の神社というのは少しずつちょっと世代によって変わっているというのが実は実情を結構あります。ただその陸の隣にある稲荷神社は豊岡大神の祭りしている神主さんがお参りに来るぐらい実はすごいところだったりします。姫宮の御朱印はこちらでいただいています。私はちょっと朱印をいただいて参拝するので、先に朱印いただいてみたいと思います。